株式会社ビルドアップの代表取締役後藤弘明です。現在は44歳です。主に大阪の南北エリア、京橋だったりという繁華街を主に中心としたお酒の配達をしています。南に関しては一応24時間配送っていう形で今はやっていってます。取引先さんはホストクラブとかキャバクラとかコンカフェとか、そういった夜中営業してるようなお店ですね。夜主に配送業務がメインで、時間帯はやっぱ深夜帯になるので、営業中のお店さんから電話注文とか LINE で注文いただいてお店さんに持っていくというような、ちょっと臨機応変に対応するような業務にはなります。基本的にトラックでの配送にはなります。ピザ屋さんとかが扱っているような、ああいう原付バイクですね、あれも一応あるので、使う使わないはそのスタッフの使い勝手の良さで対応してもらってます。手物鍵を預かってたりするので、まあそういう場合は何件かまとめてトラック積んで鍵を開けて、まあ、そのお店さんごとにある程度決められた場所があるんで、そこに納品して、まあ、鍵をまた施錠して帰ってくるっていう流れは多いですね。夕方6時ぐらいから、まあ、8時9時ぐらいの時間帯だったり、12時ちょっと過ぎぐらいかな、あとは早朝がだいたい3時4時ぐらいですかね。基本的には18時から夜中の3時、20時から早朝の5時、夜の22時から早朝の朝7時までの、まあ、3つぐらいの時間帯をある程度固定で、もう決まった人間がこの時間という形で一応やっていってますね。丸、人間のその生活リズムなんで、どうしても夜中って、僕も夜勤したことありますけど、やっぱ眠たくなるんですよね、うん、何も寝ても。でもやっぱしそこに慣れてる人を持ってるし、逆に朝が起きれないとか、うん、いう方が逆に夕方から起きてね、仕事に行くとか、まああとはその人の生活の周りですよね。ね、一緒に住まれてる方とかが、まあみんな夜の仕事してたりしたら、どうしても生活リズム逆になるんで、どうしても夜型になる方とか、まあそれぞれいてると思いますんで、まあ昼間の方がね、世間人も多いし、そういった意味では、その夜の方がいいっていう方も、人それぞれだと思いますけど、やっぱりそういう方の方が合ってるのかなとは。三角、夜中に関してはどちらかというと、先ほど言ったみたいにオーダーをもらって持っていく、なのである程度の時間帯によってはその日の営業分の注文だったりすることもあるんで、トラックいっぱい積んでいく、3、4件まとめてトラック1でパンパンになることもあれば、逆に言うたらもうほんま自転車で行けるぐらいの量もあるんで、全体的に考えると三角になります。丸、特に問題はないです。基本的には、例えばもう今まで過去のスタッフみんなほとんど入ってたりしたんですけど、例えば夏場半袖着るけど、インナーつけてもらうようにはします。取引先のお店さんはね、意外とそういうのに抵抗ない方がというか、まあ、全然それがあと逆にかっこええや見せてよっていうようなお客さん多いんですけど、そこのお店に来てるお客さんね、がやっぱし見た時に、あ、このお店はそういう感じの業者と取引してんだみたいな、まあ、そういうクレームを聞いたこともあるんで、一応配慮としてはやっぱり見せない、うんうん、隠せる分はできるだけ隠してくれと。バツ、覚えたらいいだけです。なるほど。まあお酒って言うても、そのリキュールとかそのカテゴリーがあったり、まあ同じ例えばカシスのリキュールって言っても、うん、各メーカーがあって、同じカシスでも3種類4種類あったりするんですけど、基本うちはこのお店はこれって大体決まってたり、パソコンのシステム上でこのお店に過去出たやつって見れるので、それを探せばいい。だからまあ初めはどこに何を置いてるかとか、あ、これがリキュール類なんだとか、これはブランデーなんだとかっていうのを、まず商品と荷物を用意一緒に合わすので、伝票に書いてる商品を用意するでいいと思うんで、やってるうちには覚えていきます。三角、まあ、理由としては、女性だからダメっていうのはないです。はい、全然女性でもウェルカムです。ただ、20リットルの樽とか、
それを持って階段をね行ったり来たり2往復3往復したりとか、例えばこういう缶ケース、これを例えばじゃあ5ケース注文もらったやつ1ケースしか持てないんであれば5往復しないといけない。でも男性であればこれ3ケース4ケース一気に持っちゃうんですよね、はい、だから1往復2往復で終わる、うん、っていう仕事効率の部分だったりとか、男性でもやっぱ腰を痛めたりとか、うん、まああるぐらいなんで、やっぱり体幹とか力、うん、だから女性でもその力ある人は何ぼでもいてるんで、そうですね、はい、あの運送屋さんでね荷下ろし手下ろしする人なんか女性何ぼでもいてますから、うん、だからダメっていうことはないです。バツ、一応トラック2台あるんで、はい、で今ミッション車は1トン半なんでちょっと一回りでかめのトラックなんですね、はい、やっぱ量が多い時はこっちで行かないと1回で行けるもん、うん、2回に分けて行かないといけないっていう手間があるだけなんで両方乗れる方がいい。もう言うたらスタッフがいないとこの会社回らないで、もちろん僕一人では仕事できないからこそこうやってスタッフたちがいて、この子たちがみんなやってくれてるからこそ普段の業務が回ってるっていう、まあ大事な存在。どんな会社かとか、どんな仕事内容かとかやっぱり心配だと思うんですけど、あの僕の考えとしてはまずは一旦面接、まあ顔見せよね、来てもらって、で自分のしたいことだったり自分の得意なことだったり苦手なこととかを話して、正直会社もそうだし働く子もあのやってみないと分かんないと思うよね。まあ例えば1ヶ月間やってみて僕はこの会社合わない合うで続ける続けないを決めたらいいと思うし、まずはまあ喋りに来てくださいっていうことでね、うん、そっからかなとは思います。ご応募お待ちしております。